ひえひえい、冷蔵庫マン参上、ひえひえい。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する作品は、これ。5月28日公開、ドキュメンタリーです。共演です。デスマッチプロレスというのがあるんですね。それのカリスマと言われている、葛西選手のドキュメンタリーです。いや、実は、僕、プロレス全くわからないですね。それで見てもかなり感動したっていうかね、いろいろグワーって動かされましたね。今だから見てほしい作品です。東京ミルク放送局さんにお邪魔して紹介しています。ではどうぞ。ひえひえい、レズコマン参上、ひえひえい。そして今日は月一コラボですね。どうぞ。はい、東京ミルク放送局から来ましたジャンマスカイウォーカーです。よろしくお願いします。お願いだから、はい、こうやってはしゃぐんだったら構わないですよ、ね、ちょっとね、はしゃいでたらもうちょっと息苦しくなってきちゃった。本当？はい、ごめんなさい、ちょっとテンション上げすぎちゃった。今日は、はい、まあ、気になる5本とか、はい、いろいろやってるんですけど、はい、月1の僕のチャレンジコーナーですね、はい、ドキュメンタリーを紹介するという。行きましょう。行きましょう、はい、いやー、僕その世界のこと全く分かんないんですよ、はあ、分かんないけど見るって大切。ドキュメンタリーそういうもんじゃないですか、はい、あ、この世界知らないなっていうのに見る、はい、そして共通なものを感じて、うん、あ、これって普通にこうあるんだなという、うん、それでこれから自分の生きても変わるんですけど、今回のねドキュメンタリーはね必見ですね。必見、必ず見ると限って必見、必ず見る、はい、必ず見る。本当に生きて帰るまでがデスマッチ共演です。ちょっと知ってるぞそれ。プロレスラーのやつですよね。デスマッチです。反則以外は武器使っていいという。それあれだ、どなたのやつでしたっけ。葛西潤さんです。そうだ、葛西選手のだ。葛西選手の共演。ちなみに僕プロレス全く分かりません全く分からないんですが、これを見て、このビジュアルを見て、あ、これは絶対見なくちゃいけないなと思って、はがきが来たその日にメールを打って次の日に帰ってきてその場で見ました。で、これに間に合うように見てきました。ありがとうございます。これね、ちょっと気になりますね。5月28日公開、うん、あ、僕はちなみにプロセンサーは50ぐらいです。あ、50はある。50ぐらいだと思う。知ってた。葛西さんも知ってますよ。で、この映画もやるっていうのも知ってます。うん、あ、ちょっと面白そうだなっていうのも気にはなってたぐらいです。すごいですねこれ。あの、そうですね、あの、体張ってるプロレスの方ですから、びっくりしちゃった。稽古でバンバンぶん殴ってきますね。で、あの、これね、あの、デスマッチのカリスマと言われて、デスマッチのカリスマ、この方がもう首と腰のヘルニアによって2019年12月25日に長期休養試合をやるわけ、うん、そこから始まるのね。あ、そうなんだ。もう辞めるとこから始まるんですね。そう、はい、辞めるっていうか、まあ、休養なんですけど、はい、で、休養入ってその後にコロナが始まるわけですよ、うん、それとこの世界に入る、その戻るのと同時進行になるわけ、うん、先に行くのと前のが。で、はあはあ、すごいリアルで思ったのが、心も折れちゃうわけね。確かに、うん、別にネタバレとかそういうんじゃなくて、その後半はあまり言わないんですけど、もう心も折れてると。で、体はね、だんだん医者にもいいですよとかいうになってくるんですけど、心が折れててまだやる気がしないっていう時に、アメリカから、まあ、アメリカのデスマッチの選手がいるんだけど、だからアメリカに来いと、お前の復帰戦やろうと、このタイミングで。そう、お前が復帰するのは俺の相手だと、ぐわーっと盛り上がってくるわけですよ、はい、盛り上がってきたらコロナでアメリカ行けなくなっちゃう。それで行けなくなっちゃう。あ、そう、なるほど。いや、またこうなるんですけど、で、そして、まあ、なんとか復帰戦やるんですけど、やっぱりね、やると気持ちもだんだんこうなってくるんですね。
盛り上がってきた。そうで逆に始めた頃、うん、自分が何やってるか分かんなくて、うん、ね、まあ、プロレスラーに憧れてるけどお客さんだと、うん、でまあまあなんかバイトして風俗行って友達とつるんでプロレス見て、うん、であるものを見たきっかけに、うん、北海道に帰って体作って、うん、帰ってきて、うん、試合の前に入団テストしてくれて電話するの。あ、大日本プロレスに。あ、いやそうだから両方を見せてくれるからその出発点と今なんだ。そうで、その心折れてる現状と出発点両方見せてくれるからよくわかるわけ、うん、でだん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 その復活の試合も見せてくれるわけよ、うん、でそれがねうまいんだ、丁寧に繊細にそして激しく見せてくれるわけよこの監督が。でだん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 気持ちがねこーってカリスマに向かってくる。さらに、うん、改めてで最後の最後っていうかもう映画では最後の試合もねめちゃめちゃ生々しく、へえ、お絶対見た方がいい。これは必見じゃないですか。必見。あと僕そうプロレスルファンっていっぱいいるじゃないですか、うん、熱狂的なファン、うん、なんでこれみんなプロレス好きなんだろうと思ったのね。そしたらいろいろインタビューもいっぱい入ってくるわけ。あ、まあまあまあ、知ってる人とか知らない人とかあるんだけど、はい、プロレスラーの人って面白いね。いやあの人たち面白いですよ。普通に喋ってるけど、うん、人間的にね優しいし、うん、面白い。普通に喋ってるだけなんだけど、うん、でも分かりやすいのよ、うん、で、あー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 と本間選手、うん、なんかテレビでは何喋ってるか分かんないみたいな、うん、あるけど、ね、はい、本当に聞いてる人を楽しませる風に喋って、うんうん、それで真実を喋るわけ。話うまいわ、うん、でも本当にエンターテイナーですよプロレスラーの方たちは。あとプロレスラーさんのさインタビュー見せたら俺の50倍の話うまいね。魅力的で、そう人間的に魅力あるやつ。そして結構デスマッチでこのカミソリで切ったりいろいろ大変です。で、あの周りのデスマッチのその選手のことも魅力的に紹介するわけよ。うん、うん、葛西選手がそのカリスマに入る出発点、うん、だから若手だと若手でさ、うん、なかなか目立たないじゃないですか、うん、なぜこの一歩を踏み出したかっていう瞬間もちゃんとこう書いてる、うん、これね監督はね一心同体で作ってるね。分かってんだと。分かってる、分かってる人がちゃんと作ってる、うん、で一番あの僕がそのこの映画見てほしいっていうのはもうコロナ禍でもう心、うん、それが原因じゃないんだけど、まあ、大変な人もいっぱいいますよね。一回休養して、はい、心が折れてて、うん、なんか変にこの心をうーって治ったぞみたいなじゃなくてちゃんと丁寧に気持ちがこうカリスマとして戻ってくるのを描いてるのが見事でした。あ、なるほど、いきます。富方、これはね5月のおすすめにも入りますんで。自動的にね、もう自動的に、はい、共演、はい、クレイジーモンキーって言われてるらしいんで、うん、最初何て読むのか分かんなかったの。でも一生懸命あのねテロップとか探したら共演って書いてあったんで共演ですね。クルタス共演、葛西純選手のドキュメンタリーです、はい、まあデスマッチプロレスの選手たちのドキュメンタリーと言ってもいいでしょうね、はい、うん、とても素晴らしいドキュメンタリーですから、ぜひ映画館で。これからも、いろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンとちゃんまつスカイウォーカーでした。それではまた、ひえひえ、バイバイ。